玉沢のファーストミッドのメンテナンスをしていきます。まあ数回使用しましたけど、ほとんど汚れはついていませんので、軽く拭き取っておきます。ほんのちょっとした砂汚れぐらいしかついていなかったので、そっと空拭きで十分だと思います。だいぶ油がちょっと少ないかなと思いますので、今回は捕獲油を塗っていきたいと思います。やっぱり、まだ新しいので、そして、様子を見ながら、捕獲していますので、徐々に、薄く、塗っていこうと思っています。それでは始めます。使用するのはこちらのミズノプロさんのレザーコンディショナーです。で、同じようにスポンジ小さく切って使用します。でこちらもさっと取って塗り込んでいきます。でファーストミッドは、面が大きいので、2回ぐらい、つけましょうかね。多分1回だと塗り切れるか塗り切れないかというとこなので、塗りますね。サラッとしてベタッとしてないので、サラッとしていきます。下に塗ります。このレベルにしっかりと塗り込んでいきます。ちょっと足んないですね。あと少しだけつけてみます。この部分をしっかりと塗り込んでおります。こちらも強く押す感じじゃなくて、触るような殴るような感じで塗り込んでおります。はい、しっかり全体的に塗り終わりました。それでは拭き取っていきます。しっかりと皮に浸透するように拭き取ります。なぜこれ拭き取るかと言いますと、塗りっぱなしだと、ほこりがついたり、ゴミがついたり、ベトベトしたままですと、いろんなものがついてしまうので、で、油が多すぎても皮に良くないですので、余計な油分は必ず拭
き取ってあげます。いや、ちょうどいいぐらいがこの皮も、長持ちしますので、しっかりと拭き取ってあげます。はい、こんな感じです。しっかり全体的に染み込みました。表と比べるとしっかり、塗り込んでしっとりしているのが分かるかと思います。それではブラシをかけていきます。こちらのブラシですね。こちらも優しく慣れてあげるような感じでブラッシングしてあげます。受け取りもしっかりと出します。ではムートンで磨きをかけます。優しくですね。ツヤツヤになりました。いかがでしょうか。表だいぶ違いますよね。これで中は完成です。皮もしっとりしていい感じに仕上がりました。で、光沢も出ています。皮は磨くと本当に、輝きますからね。大事に使ってあげたいと思います。それでは表やっていきます。表もだいぶ乾燥していますので、捕獲してあげたいと思います。さらっと塗り込んでいく感じですね。で、塗り込んだと思います。パソコンの目がありましたので、こちらももう一度塗り落としていきたいと思います。もう一度つけます。ちょっとさらっと塗り込んであげる感じでいいと思います。十分分かりますので、よくこのオイルが塗りますので、塗りすぎには注意しましょう。塗るのもしっかりと当たります。隙間の部分ですね。
とつけただけですけど、ちゃんと全体まで塗れますね。ほんとかなり伸びるオイルで、重くならない。これすごくいいと思いますよ。から拭きしていきます。しっかり浸透させるのと同時に余分なオイルを取り除くためですね。必ずこれはやりましょう。しっかり塗り込み終わりました。さっきと比べて全然色が変わってしっかり捕獲できてると思います。全体的ですね。そしたらブラッシングしていきます。このブラシでもしっかりと油が全体に行き渡るようにブラッシングしてあげましょう。ツヤも出てきますのでしっかりと磨いてあげます。ブラッシング終わりました。そしたらムートンでさらに磨き気をかけていきます。こちらも優しく、磨き気をかけてあげましょう。どうでしょうか。ツヤツヤになりましたね。このムートンは本当ツヤが出るいい磨き道具だと思いますね。泡が生き返るといいですかね。どうでしょうか。これで完成になります。
結構、結構このムートンがですね、まあちょっと、ほつれが取れやすいので掃除機で用意しておくといいと思います。これで綺麗にできます。さあ、いかがでしたでしょうか。だいぶツヤが出て、さっきよりしっかり、捕獲された皮っていう印象がありますよね。そしてツヤツヤになりました。皮ですので、ね、しっとりしているのが理想ですね。人間の肌と同じで、しっかりと潤いが必要です。グローブも。さあ、いい感じに仕上がりました。で、今日は日曜日ですが、今日野球がなかったのでメンテナンスしています。暇な時に、こういう時にですね、やってあげるだけでもいいと思います。しっかりとグローブ、手の一部ですからね、自分の使いやすいようにして、長く持つようにメンテナンスはしてあげましょう。これで以上になります。それではまた皆さんお会いしましょう。